こんにちは、レトスの大野です。今回なんですけども、勉強はしたけども、残念ながら今年の学系試験合格できなかった。そういった方に対してね、来年こそ絶対合格していただくための、まあ、ノウハウっていうのかな。そういったものを今回お伝えできればと思っております。で、実際今からお伝えすること、実践できれば合格はできます。合格はできます。で、なぜかっていうと、今からお伝えする内容っていうのは、目標を達成するための基本的な原理原則なんですね。それを実際、宅建の勉強に当てはめていくっていうだけなので、ちゃんと実践さえしていただければ合格はできますんで、ぜひですね、最後まで聞いていただければと思います。まあ、実際に弊社の個別指導、3年連続で合格率7割超、7割超えを、実績出してるんですけども、実際これを個別指導では行っています。行っています。なんで、独学であったとしても自分自身で管理をしながら、これを行っていくことで、合格はできますんで、ぜひですね、参考にしてみてください。まず一つ目、何をやるか。課題点を見つけるっていうことですね。課題点を見つける。もう勉強はあなたはし続けてきたわけですよ、これまで。その中で、おそらくいろいろ課題点が出てきたわけですよね。どんなことが課題なのか。勉強はしてきたけども、結果としては合格できなかったってことは何かしらの課題があるわけですよ。なんで合格できなかったのか。これをちゃんと探すってことなんですね。一番最初にやるべきことは。例えば、勉強を開始するのが遅かったとかね。まあ、一般的に、宅建試験で半年前から勉強したら合格できる、みたいな、ことがいろんなサイトで載ってたりするんですよ。ただ、実際、計画とかを立ててみたらわかると思うんですけども、半年で合格するためには、1日あたり相当時間勉強しないとなかなか難しいんですね。で、実際、これ弊社個別指導で使っている計画表なんですね。これは1日単位で明確に、今日は何をすべきなのかっていうのを、書いてあります。で、例えば今日ね、今日は、12月の7日です。12月の7日からじゃあ計画を立てたと仮定した場合、一通りね、宅建試験の全分野、これを網羅するのにどれくらい、時間が、期間がかかるのかっていうと、終わるのが3月9日なんですね。一通り全部勉強を終えるのに。つまり、12月の7日から3月9日なので、1、2、3、3ヶ月ぐらいかけて一通り全分野を学ぶわけですよ。で、1回で、頭に入るっていう人はまずいません。私もそうですし、もうほとんどの方が2回、3回、4回って復習することによってやっと頭に入ってくるわけなんですよ。なんで、この3ヶ月間、1回だけやっただけで頭に入れないで2週目も行うわけですよね。じゃあさらに3ヶ月間プラスすると、それでもう6月になるわけですよ。そうすると、そろそろもう予想模試が出てくる時期になってくるわけですよね。で考えたら、そんなに時間はないわけなんですね。まずそこに気づかないといけないんですよ。多くの方が、まだ大丈夫だろう、まだ大丈夫だろうって思ってるんですよね。その間にどん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 時間は過ぎていくわけです。で、結局対応が遅くなって、追いつかないと。試験日までで、ちゃんと勉強ができなかったってことになっちゃうので、もう今ね、この動画をあなたは見たわけなんで、もう今すぐでも勉強を始めるべきです。続いて、勉強時間作れなかったとかですね。まあ、勉強しよう。しなきゃいけないっていうのは分かって勉強を始めたけれども、実際、1日目、2日目、3日目はできたけども、もう4日、5日、6日になってくると、結局忙しいっていうことをね、理由にして勉強時間を作れなかったとか。これ意外とあるんですよね。多くの方が忙しいんですよ。弊社の個別指導の受講者さん見てても、みんな忙しいです。みんな忙しい。でも、忙しい中で、勉強時間を作ることができなかったらいつまでたっても合格できないですよね。で、忙しいから勉強時間を作れないじゃないんですよ。多くの方が忙しくても勉強時間を作ってるわけなんです。だから作れないことはないんですよ。ってことは課題点ってなってくると、もちろんね、勉強時間作れなかったっていうのは課題点だけど、もっと深掘りしたら勉強時間の作り方を知らないってことが一つの課題点になってくるわけですよね。そういうふうに細かく細かく見ていくってことをやっていきましょう。続いて、解説を丸暗記。ちゃんと理解していなかった。これもね、意外と多いんですよね。解説、いわゆる法律の部分ですよね。それを丸暗記して、試験を迎えると。
丸暗記するってことは別に悪くはないけども、実際本試験でその丸暗記した法律を使えるかっていうと多くの場合使えないんですよ。なぜか、そもそもその法律が使える状況をちゃんと理解していないとか、そもそも問題文が理解できないとかね、そういったことが原因で、丸暗記したもの使えない場合が非常に多い。また丸暗記したものっていうのはすぐ忘れやすいんですよね。なんで覚えて忘れて覚えて忘れての繰り返しでずっと勉強続けている。で結局、ちゃんと覚えてる量っていうのは限られていて、どれだけ勉強しても昔のものを忘れて結局実力がつかなかったとかね、なってきますんで、そういった方はもう丸暗記ではなくてちゃんと理解する学習に変えていくとか、じゃあ理解する学習ってどんなものなの、じゃあそれってどうやってやっていかないといけないのっていうことを次の2番で対策を考えるわけですね。まあ勉強の開始が遅かった、これについてもじゃあどうやって対策を考えるんですか。これできるだけ具体的に明確にしなければいけません。実行プランレベルにしなきゃいけないんですよ。行動レベル、実際に行動していかなかったら結果変わらないんで、行動を変えるための、一つのね第一歩を考えなきゃいけない。例えば勉強の開始が遅かったっていうのであれば、じゃあまず計画を立てよう、今日何をやるのか、まあ今日はもう終わるかもしれないんで、じゃあ明日何をやるのかっていうことを教授に考えておく。で考えただけではもしかしたらこれはね実行できないかもしれない。じゃあ実行するためにどうするのか、例えばアラームをかけておくとかね、今だとスマホがあるわけですよ。スマホのスケジュール帳に入れておくとか、入れておくだけでもまだ勉強できない。じゃあ何時から何時までやるんだっていうのをもうスケジュールのもうこの時間の中に入れちゃうとかね、そういうふうにするわけです。で自分のできる限り細かくね実行プランまで立てて、でもしできなかったのであれば、もう一回じゃあできなかった、じゃあ次何をするのってまた考えたらいいわけなんですよ。できるだけ細かく立てるってことを、習慣化させてください。この時間が作れなかったっていうのも先ほどこれも一緒ですね。時間が作れない、じゃあ時間を作るために何をしなきゃいけないのか。例えば、日々、使っている時間、1日24時間みんな同じですよね。それを記録するっていう方法があるんですよ。記録する、実際これ、経営の父だったかな、マネジメントの父か、ドラッカーという方が、伝えている時間管理術の中にあるんですけれども、1日24時間30分ごとに何に時間を使っているのかっていうのを書き出すんですよね、リアルタイムで。なんで、まあ、A4 の紙にもねポケットに入れておいて、今から30分で何をやったのかっていうのを、リアルタイムで書いていくわけですよ。ここからこの時間会議があったとか、ここからこの時間シャワー浴びたとか、でそれを書いていくと、30分の中であれこれ朝食しか食べていないなってことは、これ朝食は20分でできるから10分は勉強時間に使えるなとか、この時間スマホやってたな、スマホでいじってたこの時間もったいないな、この時間じゃあ勉強時間に変えれるなっていうのを目に見えて視覚化させることによって、どん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 使える時間が見えてくるんですね。まあ、そういったやり方があるんですよ。例えばそういったものをやってみるとかね、具体的に行動プランに落とさないと意味がないんで、まあそのぐらい具体的にやっていく。あとこの解説も、丸暗記じゃなくて理解していないので、丸暗記学習しかしてなくて理解していないというのであれば、もっと細かく調べる。これまではテキストでしか調べなかったけども、じゃあネットでね調べていくってことをやっていこうみたいなことを決めるわけですね。実際ネットの方が細かいんですよ。民法とかであれば宅建のサイトよりも、例えば弁護士さんのサイトとか司法書士さんのサイトとか行政書士さんのサイトとか、そっちの方がやっぱ細かいんですよね。そっちの方がやっぱ理解、私自身もやっぱそういう昔ね独学で勉強した時はそうやってやってました。そこで調べてました。そっちの方が全然わかりやすいし理解しやすいんで、そっちでどんどん理解してきました。もちろん時間はかかるんですけども、結局のところ言うと理解しないと合格できないんで、だから結局はそっちの方を使いながらね私は勉強していきました。で2番目対策まで行きましたね。で実際ここから行動していくわけですよ。じゃあ明日これをやろうと思ってやるわけですね。じゃあ1週間くらい経った後に検証するんです、できたかどうか。できていなかったらなんでできなかったのか、また課題点を見つけるわけなんですね。できなかった原因って何なのか、どうしたらできるようになるのか、また実行プランを考えるみたいな感じで、
これをどんどんどん繰り返すわけですね。そうするとどん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 課題が解決されていって、どん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 合格に近づいていくわけなんですよ。単に勉強しているだけでは合格には近づきません。なんでちゃんと合格するためには何をしなきゃいけないのかっていうのを一つずつ明確にしていくってことをぜひ行ってください。実際個別指導ではこれ行っています。お客さんの話を聞いて、まあ、メールにあったよりはね、毎日こうやってやってるわけなので、その中で、あ、これは課題点だなと思ったら、じゃあこれやっていきましょうみたいな感じで私が提案して、で実際できたのかできてないのかまた検証して、じゃあ次これやっていきましょうみたいな感じでやっていくわけなんですね。だからこそ実力がちょこちょこ上がっていくわけなんですよ。これを独学の方っていうのは自分自身でやっていかないと、自分でマネジメントしていかないといけないわけなんですよね。自分で管理をしていかないといけない。なんで、そこはちょっと難しいかもしれないけども、やらなかったら合格はできないわけなんで、ぜひやっていきましょう。でもしね、自分一人じゃ難しいなっていうのであれば、私と一緒にぜひね、勉強できたら、嬉しいです。個別指導の概要については、この動画の後、この辺に、出しておきますんで、もしよろしかったらクリックして、内容をご確認ください。レッドストーンオンでした。来年の試験を絶対合格しましょう。